クレームは一切受け付けません。はい、ということで始まりました、中曽根泉のクレームは一切受け付けませんということで、画面上にはこれは、源ちゃんも映ってるのかな。今一応映ってます。映ってる。なぜ今日は源が一緒にいるかというと、伊豆さんにこう最近のニュースにちょっとこういろいろ突っ込んでいただくこう新企画をしたいなと思って。これ見たい人いるのかな。はい、お願いします。ということで、今3月に最近起こった主なニュースをちょっとまとめたんですけど、はいはいはい、伊豆さん的に気になるものありますか？あ、このウィル・スミスも見たな。ウィル・スミスのね、これ今ホットなニュースですね。うん、めっちゃホットだよね。これ私ね、確かね、見てて最初何のこっちゃかわからんくて、でなんか確か YouTube でなんか日本語訳みたいにされてる方がいて、奥さんがこう脱毛症で、そのことをちょっと面白おかしくブラックジョークに交えて、あの司会者の方が言ったことを、このウィル・スミスがもう旦那さんなんで、まあ、我慢できなくてちょっと叩いちゃったっていうあれだったんですけど、まあこの言い悪い、暴力はちょっと置いといて、言い悪いにしろ、もし私が奥さんだったら嬉しいって思っちゃうかな。自分が病気で苦しんでて、それを見てる旦那がいて、その旦那がその自分のことを言ってる人を、こうなんだろうな、まあ、殴るのはダメなんだけど、なんだろう、守ってくれたじゃないけど、そういう感覚にはなりますね。嬉しいというか、守ってくれたって感覚ですかね。それはなんか奥さんとしてはあるんじゃないかなって思ったから、まあ今回はその殴ってしまったから、それがその表に出てしまって、守り方としてはダメだったんですが、これがじゃあ普通のなんか状況に置いた時に、なんだろうな、殴るとかじゃなくても、まあ、口で言ってくれたりとか、いや俺の奥さんはそういうのはあるかもしれないけど、もうめっちゃいい奥さんなんだよとか、そういうことを言ってくれるような旦那さんだったら、めちゃくちゃ幸せだろうなって思ったね、本当に。しかもそれをやれるだけの旦那さんが世の中にどれぐらいいるのかなっていうのも思いました。自分のこの片割れというか、この相棒がこう傷つけられた時も、周りの人とか周りとの関係性があると、やっぱ自分自身も悔しいっていう気持ちもあって、守ってあげたいっていう気持ちがあっても、やっぱ言えない、飲み込む、こう一緒に笑って、あねえ、そういうところねあるんですけどね、はいぐらいで、お家に帰って多分あいつこの野郎みたいなのはあると思うんですよ。でも例えばその行った人が友達だろうが偉い人だろうが、いやいや俺の女房のことは悪く言わんでくださいよって言える人が果たして日本人にどれくらいいるのかと思うと、いややっぱすごいなっては思いましたよね、そういう観点で見ると。じゃあ他、次、あ、これちょっと、これちょっと、これ桜井翔クミンプールこれちょっと気になったんだよ、これ見てみようよ、これなんなん、どういうこと。嵐の桜井翔がミニコン、通ったクミンプールに行ったんだ、これどう、え、バレないのかな、あれなのかな、もうだからあのこの水着とか、そうそう準備するとこあるじゃん、あそこでも帽子とこのゴーグルつけて、ゴーグルも色があるやつとかにして、そうしたらバレないかも。ちなみに嵐さんとは伊豆さんはこう番組で、音楽番組とかで一緒になったことは、翔さんだけかな、はありますね、一度。ラップ自体も自分で作っててっていうのも初めて知ったし、なんかアイドルだから結構人任せなのかなって思ったんだけど、なんか来るものを歌うみたいな感じなのかなと思ったけども、全然そんなことなくて、普通のもうアーティストでしたね、彼は。このアイドルっていう自分と全然違う枠ってだったのが、なんか翔さんと話して、なんかラップもなんかめちゃくちゃこう、なんだろう、すごい考えながらやっててってなった瞬間に、同じ全然レベルではないんですよ、同じ全然レベルではないけど、なんかやっぱこう親近感湧いたもんね、なんかちょっとあの肩触れたいっていうか、おおみたいな
ぐらいは近くなりましたよね、やっぱね。あ、この3番、あのビジネスニュースの3番の犬の飼育費は年平均34万余り、プレミアム化進む、これ何？ペットフード協会のデータを見ると猫はわずかに増えてますが犬は減少。そうなの？犬自体の数は飼ってる、うんうん、全体数は減ってるんですけど、うん、その犬のフードだったりとかその辺の売り上げは伸びてるんで、うん、え、皆さんのいいものをあげるようになってるってことか。そうそうそう、そういうことです。確かに私、トイプーと、チワプー、あの2匹いるんですけど、めっちゃ金かけてるもんね、やっぱ。だから昔のあれで言ったらもう信じられないよね。だって一番上のワンちゃんはあのほら保育園通ってたじゃない、犬の保育園で、もう1匹目も保育園通わせてるんですよ。まず犬の保育園って感じじゃん、昔で考えたら。まあでもそうですよね。うん、あとはまあ餌にしても何でもドッグフードを好きにあげていいって感じじゃなくて、アレルギーが少ないもの、例えばじゃあよく噛んでたから、噛んで毛がもう抜けたりしてたから、じゃあ馬肉がいいと人から聞いて馬肉にしても、馬肉は今度はかゆみは治ってもなんか目の涙焼け、目から涙がいっぱい出てきてそれが臭くなったりするわけで、それを対処するためにまたそれ用の、あの餌に変えてとか、それもまた合わないってなった時にまた今度魚のいいドッグフードがあるよってなったらまたそこ移ったりとか、あとおやつとかもいいものをってなると、だから34万超えてる気がするな、1年で言うと。ちなみにあれですね、今僕もびっくりしたんですけど、うん、飼い主とペット兼用の高級スキンケアオイルとかも。やばい、何それうちはそこまでは贅沢させきれないな。いやでもまあ猫増える犬増えるよりはもう本当にもうあれだな、だからあのペットショップっていうのをなくしてほしいなっていうのはあるかな。うん、まあいろいろこれは賛否両論あると思うんですけど、やっぱ海外はペットショップってないっていうじゃないですかね。やっぱそういう保護犬とか保護猫ちゃんたちのところに行って、そのちゃんと飼い主の適性を見て、じゃああなただったら あのね預けられるよっていうことで、そこからあのいただくって感じらしいから、本来ならばそのもう生まれてしまってる命があって、あの誰かに助けてもらわなきゃやっぱ暮らせていけないじゃん、ワンちゃんも猫ちゃんも。だからそういう命の方を先に助けたいっていうのはあるんですけど、なんかね、あの私も最初にこの子は1匹目飼うときに、実はあのそういう保健所にいるワンちゃんたちからやろうかなって思ったんだけど、なんかいろいろ調べていくうちに、だから勉強会に行かないといけないとか、やっぱすぐにはあこの子がいいって言って受け取れないんですよね。でやっぱり私みたいな仕事してると、私の仕事に合わせて面接というかこういう勉強会をしてくれるわけじゃないから、なかなかそういうところに行くのが難しかったりとか、なんかだけどじゃあそれをすっぱ抜いてこの飛び越えて、じゃあいきなりワンちゃんをいただきますってなったとしても、もう一回こう人間に捨てられて、人間が怖いと思ってる犬だから超えたりとか、なんか病気、精神的な病気があったりとか噛んじゃったりとか、ケアも結構難しいんですよね。だそうなると本当に犬猫を飼いたいって、時間を惜しまない勉強を惜しまないっていう人しか飼えなくなるから、まあ逆にそれはそれで、なんだろうな、それぐらいの気持ちで行ってるから大事にするじゃん。大事にする人しか本当に飼えない。だけどやっぱペットショップっていうのはそういう勉強会した人しか行けないよとかでもなく、本当に単純に、なんだろうな、このショーケースに並べられた命たちを見て、値段が低い高いで飼える飼えないを選べるって感じなので、なんかやっぱそこに関してはちょっとまあ、うん、まあ、私もやっぱあのなんだ直接まあやり取りしてあの購入はしてるので、そこは何とも言えない部分もあるんですけど、なんかまあできるならばもうちょっと簡単になんだけど、でも元ある命からちゃんとあのお世話できるようにしていきましょうみたいな、なんかそういう流れができれば本当はいいなっては思いますけどね。
だからあとそれができないんだったら、あのふるさと納税とかあるじゃん、あのふるさと納税とかでも結構あのそういう団体とかを支援するものとかもあるんですよ。私はそういうのに結構寄付したりとかしたりして、だからそこのワンちゃんたちの命を自分が助けて時間にね、こう助けてあげることはできなくても他の視点でまたできることとかもあるので、だからそういう風なものを探っていってその命を助けるというやり方もあるのかなとは思いますね、うん、最近テレビとかでさ、はい、あの結婚しましたみたいなのとか YouTube のあれで多くない？くちゃ多いですね。疑似恋愛とか疑似結婚みたいな、結婚した体にして生活していくっていうの、ビジネス結婚ってどこまでやるんだろうね。本当にあのほら指輪のさ交換とか指輪を作りに行ってるとかっていうの見たことあるんだけど、あれ証書じゃなくて何て言うんだっけ、結婚証明書か、あれは出さないでしょさすがに。どうなんですかね。どうなの、あんたテレビの裏側の人だからわからない、そういうの。いや多分出さないと思いますよ、うん、で、あとそれこそだから本当に夜、じゃあ映してます寝ますって言って本当に、あ、ね、寝た手ではいカットみたいになって、じゃあ私お家帰ろうねってなってんのか、本当に寝てて朝も本当にあーみたいな感じで起きてんのか一緒に。これ気になるよな。でもテレビ見てる人からすると裏側がなんかね、それ以外のものはなんか普通じゃん。一緒にご飯食べてとかドライブ行ってとかデートして買い物してお風呂入って料理してとかっていうのは映せるとしても、夜眠る朝起きるっていうの結構大変じゃん。朝もまた多分4時5時から来なきゃいけないとかなったら、その撮影をしてるときはそのすぐ近くにアパートを借りてるとかさ、お互い。ああ、まあ、まあホテル暮らしとか。そうそうそう、だけど2人とも同じホテルだから結局は本当は裏で本当のカップルだったみたいな。いやー、こういうのあるんちゃう？それも全然ありえると思います。あるよ、ありえるよね。伊豆さんやってみたいですか？そういうの、そういう、なんていうんですかね、まあ番組に出るっていうのはあれかもしれないですけど、うんうんうん、なんかちょっと憧れたりします？まあ、憧れたりはしたかな。うん、で、まあでもどっちかというと、伊豆は男女で2人だけのっていうよりかは、あのそれこそテラスハウスみたいなのに出たいなと思ってた、ずっと。あ、うんうん、なのみんなでワイワイ系青春な感じですよね。そう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 、多分自分の中でもうなんか恋愛はもう終わったって感じなんで、なんそれよりはみんなと一緒に暮らしてその子たちのごたごたを片付けたりとか、あの料理一緒に作ったりとか、一人一人 の、 あの人生相談をしていく、あのなんだろう、寮のおばさんみたいな役割的な感じで出たいなって思ってたんですよね。うん、ということで、バイバイ。